あなたはゴハン君たちの方ね。すでにフリーザとの戦いが始まっているはず。さっき空が暗くなっていたから歴史通り二人がドラゴンボールを使ったんだわ。いやいや、フリーザも本気を出してくるじゃろう。くれぐれも気をつけるんじゃぞ。これがフリーザの正体か。今度は小さくなってさっぱりしちゃって、迫力が外見だけで迫力を判断するのは何が言うんだ。今度は死ぬかもね。せっかくこれをさドラゴンボールで狙い捕まえてもらったんだ。すまんすまん。俺たちを助けられそうもない。役立つのに貴族以上の剣士を見せてあげる。真の力を見せたフリーザはただでさえ別格じゃと言ってる。とはのやつめ、本当に力を貸し取るな。もう少しで悟空が来るはずじゃからの、頑張って持ちこたえるんだぞ。貴様らにいいものを見せて。そこお前自信があるというか、今度は死ぬかもね。それとも恐怖のあまりあったのか。今のうちにそうやってニヤニヤ笑ってる。ここにいるのが貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。相変わらず順番にきついな。ちょっと本気でスピードを上げたらついてくるの。それでもスーパーサイヤ人なのか。バカな。すまだ、戦う気がまるでなくなっちゃったようだ。ちょっと早いな。遅くなって進まなかった。あとはオラが何かする。フリーザを倒してくれ。まだ来たまってなかった。しぶといやつだったよ。しつこいやつだね。さすがにちょっとムッときたよ。オラもだ。ウォーミングアップはこれくらいにして、そろそろその今度は死ぬかもね。ちょっと頼まれてくれっか。今からしばらくフリーザを引きつけてほしいんだ。やるしかねえじゃん。生かしては返さんぞ。やめろフリーザー。ゴーゴー。サンザー、役目役目。
ためにやってきたサイヤ人、穏やかな心を持ちながら激しい怒りによって目覚めた伝説の存在、スーパーサイヤ人。そんな奴らに
海王さんがドラゴンボールでみんなを。よし、お前のことはよく知らねえが、ずいぶん助けてもらったな。ただ最後の決着は俺につけさせて。May the force be with us.